ウクライナ軍は驚くべき戦術的手腕を発揮し、現在進行中の紛争におけるロシアの地位をさらに低下させる大胆な作戦を実行した。バフムートにおけるロシアの最後の希望が最近破壊され、重要な軍需列車に対する綿密に計画された攻撃と相まって、プーチン軍は窮地に追い込まれ、彼の隊列の間に広範な不満が巻き起こった。ウクライナ軍は複雑なウクライナ戦争の象徴となった拠点であるバフムート地域での支配力を高めている。彼らの最近の成功は、情報浸透、国際訓練、戦略的軍事作戦を含む多方面にわたる戦略に起因している。ウクライナ軍が重要な資源を輸送する輸送船団に爆弾を仕掛けたことで、ロシア軍がロジスティクスとサプライチェーンの混乱に苦しんでいた時、プーチンは状況を救うために介入した。しかし、アメリカやイスラエルといった世界的な大国からの訓練によって磨かれたウクライナの諜報能力は、彼らの最後の一手が壊滅的なものになることを確実にした。ウクライナ軍の情報網は、ロシアが国境地帯に弾薬を積んだ大規模な列車を派遣する計画について重要な情報を提供した。この情報に迅速に対応したウクライナ軍は、戦略的に重要な地域を通るルートを綿密に計画した。ロシアの最後の防衛線である弾薬列車は、巧妙な攻撃のために準備されていた。ウクライナの特殊部隊は、列車を脱線させる上で極めて重要な役割を果たし、レールの曲がった部分を利用して注意をそらした。大爆発は列車内のロシア軍を混乱に陥れ、無防備な状態にした。この作戦は、ウクライナ軍の団結力、戦略、正確さを見せつけた。この作戦の余波は、ロシア軍内の深い分裂を露呈させた。ワグネル傭兵の存在も加わり、派閥主義が部隊間に摩擦と不和を生んだ。こうした内部抗争によって、ウクライナは混乱に乗じて領土を拡大した。これらの損失に対するプーチンの反応は、核ミサイルの譲渡を含むベラルーシとの合意など、攻撃的な政治的動きによって特徴づけられている。世界は今、ロシアの影響力がヨーロッパに接近し、各国がウクライナを支援するよう促され、緊張の激化に直面している。ウクライナの人々の回復力もまた、紛争の力学を形成する上で極めて重要な役割を果たしている。ロシア軍が地元コミュニティから略奪や嫌がらせを行う中、ウクライナの市民は占領に反対して立ち上がり、ロシアの作戦を全体的に混乱させることに貢献している。ウクライナ軍の最近の戦略的動きは、ロシア軍を困難な立場に追い込んでいる。報道によれば、ウクライナ軍は特に特定の重要地域でロシア軍を釘付けにすることに成功している。ウクライナ軍のゼレンスキー将軍が画策した最新の行動により、ロシア軍は占領地から間もなく撤退するのではないかという憶測が広がっている。こうした動きは緊張の高まりを背景に起きており、多くの人が事態の推移を注視している。深刻化する危機の最も顕著な結果の一つは、クリミア半島からのロシア人の大量流出である。ウクライナ軍がクリミア半島に対して空爆を開始して以来、プーチン大統領の指導のもと、およそ20万人のロシア国民が身の危険を感じてクリミア半島から避難を始めている。クリミア半島は長らくロシア軍の拠点であり、ウクライナのロシア軍に物資を供給する重要な場所であったため、この脱出は大きな変化を意味する。ウクライナ当局は、プーチンのクリミア支配の核心をつくべく、うまく連携した取り組みで事態に対応した。ウクライナ軍はロシアの重要な基地や弾薬庫を標的とし、プーチンの軍事力に大きな打撃を与えることに成功した。注目すべき作戦の一つは、ロシアの主要な航空施設を破壊し、戦闘機を破壊したことだ。これはロシア軍の作戦能力に影響を与えただけでなく、ロシアの支配に抵抗するウクライナの努力をさらに活気づかせた。ロシアとクリミアの両国の国境で最近相次いだ爆発と火災は、影響を受けた地域に住むロシア国民の怒りに火をつけた。現在進行中の紛争とその壊滅的な結果は、プーチンとその指導者に対する国民の支持を低下させ始めているようだ。何千人ものロシア人が街頭に立ち、プーチンの辞任を要求し、この地域に平和を取り戻すよう訴えている。高まる不安に対して、プーチン政権はシナリオのコントロールを維持するために思い切った手段を取った。戦争に批判的なロシアのメディアは罰金を科せられたり閉鎖されたりし、
反対派の指導者たちは様々な弾圧に直面している。とはいえ、ロシアの野党は断固とした姿勢で、ロシア国民の心をつかむために全国で公開演説を計画し、不満を利用しようと努力している。綿密に計画された戦略と高度な技術がロシアの野心に大きな打撃を与えたからだ。ハリコフ地方での最近の衝突は、ウクライナの巧みな戦術とロシアのプーチン大統領が今直面している課題の増大を象徴するものとなっている。ロシアは当初、ハリコフ地方を占領して影響力を拡大し、最終的にはウクライナの首都キエフに到達することで、そのイニシアティブを生かそうとしていた。しかし、こうした野望はウクライナの用意周到な対応と予想外の強さに阻まれた。高度な技術と戦略的インテリジェンスで武装したウクライナ軍が狡猾な待ち伏せを行い、ロシア軍を出し抜いたからだ。ウクライナの戦略は、ロシア軍の進路を妨害するための長距離ロケット弾 HIMARS と最新鋭のレオパルド2戦車の的確な使用を含む綿密に調整された作戦を軸としていた。ウクライナ軍はロシアが侵入しようとする領土の両側に待ち伏せを設定することで、ロシア軍の前進を効果的に阻止し、隊列の混乱を引き起こした。ウクライナの戦術的な際は、特にロシア軍が後退しているように見せて陽動作戦を展開した時に発揮された。この好機を捉えてウクライナ軍は罠を仕掛け、ロシア軍を効果的に包囲し、容赦ないミサイル攻撃を仕掛けてロシア軍の防御を圧倒した。ウクライナ軍の見事な作戦は、ハリコフ地方でのロシア軍の決定的な敗北につながった。ロシア兵が降伏の白旗を上げると、ウクライナの技術、戦略、インテリジェンスの卓越が紛争の流れを変えたことが明らかになった。この作戦の急速な成功は、ウクライナの軍事的手腕を示しただけでなく、脅威に効果的に対応する能力も見せつけた。しかし、ウクライナの圧勝にもかかわらず、プーチンは敗北を認めたくないようだ。現在進行中の攻撃と作戦は、支配を維持し、ロシアの影響力を主張するという彼の決意を反映している。しかし、国際社会の監視の目が厳しくなり、西側諸国がプーチンの行動を強く非難しているため、プーチンの進路はますます困難になっている。専門家たちがこうした動きを観察する中で、ウクライナの成功が紛争の力学を変化させたことは明らかだ。ハリコフ地方に掲げられた白旗は、単なる軍事的降伏を意味するだけでなく、弾薬の調達や同盟国からの支援が困難に直面しているロシアの経済的、戦略的降伏を象徴している。一方、ウクライナに対する国際的な支援は、最新兵器という形でウクライナの立場をさらに強固なものにしている。プーチンは明らかに不利な方向に進んでいるにもかかわらず、好戦的な態度を取り続け、長期的な戦略に疑問を投げかけている。核兵器による威嚇や攻撃的なレトリックが威嚇に失敗するにつれ、プーチンが状況を把握できなくなりつつあることは明らかだ。ロシア国内での反感の高まりと、プーチンの野望のために犠牲を払いたくないという国民の声は、プーチンが直面する国内の課題を浮き彫りにしている。米国が長距離パトリオットミサイルをウクライナに派遣するという決定を下したことは、世界的な注目を集めている。この動きはロシア国内に懸念の波紋を広げ、アメリカの政策に顕著な変化をもたらした。アメリカはこれまで実質的な軍事援助を控えていたが、この最新兵器の配備は戦略の変更を意味する。モスクワが射程圏内に入ったことで、これらの長距離パトリオットは地上のパワーバランスを再編成する可能性がある。アメリカの関与が劇的に変化したことで、多くの人がロシアの次の動きに疑問を抱いている。アメリカのパトリオットがもたらす新たな脅威を考慮し、プーチンは戦略を見直さざるを得ないのだろうか。ウクライナを声高に支持してきた NATO の内部でさえ、進展する危機をどう扱うかについて意見の相違があることに注目することは重要だ。この危機の根底にある懸念の一つは、事態が第一次世界大戦のような世界規模の紛争に飛び火することへの恐れである。ロシアが核兵器を保有していることは、他国が直接介入することを抑止する可能性があり、さらに複雑なレイヤーを追加している。しかし、緊張が高まる中でも、平和的解決への希望は失われていない。最近のプーチンの発言は穏やかなトーンに変わり、和解への道筋が見えてきたとの憶測を呼んでいる。一方、
ウクライナはクリミアからの撤退と占領地の返還を求め続けている。紛争がロシア領に近づくにつれ、利害関係はかつてないほど高まっている。外国からの援助が戦争の流れを変える効果があるのか疑問視する国がある一方で、ウクライナの政策が健全で成功していると見る国もある。ウクライナの大部分からロシア軍を押し返したウクライナ軍の能力は、彼らの回復力と戦略的洞察力を示している。困難な情勢を前に、世界は固唾を飲んで見守っている。ロシアの予測不可能な行動は、国際的な支援の力学の変化と相まって、不確実性の複雑な網を作り出している。紛争が展開されるにつれ、この地域の運命は天秤にかけられ、双方が取る行動が歴史の流れを形作ることは間違いない。ウクライナ紛争は依然として流動的で非常にダイナミックであるが、ウクライナ国民の決意、国際政治の砂の変化、そして双方の進化する戦略が最終的な結末を決定することは明らかである。緊迫した不透明な状況の中でも、平和と安定への希望は残されている。